こんにちは、サラリーマン YouTuber J さん。では返信の動画をねお送りいたします。今回もね、動画の方を送っていただきましてありがとうございました。給付金、新型コロナで求職者支援制度が要件緩和ということですよね。どこの要件がどう緩和されたのか、この内容にもっともっとね掘り込んでいけるといい動画になると思いますけども、まあ、今の段階でも十分だとは思います。まあ更新バージョンとしてね、追加で同じテーマでどんどん送っていけばいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、まあね、毎月10万円受給しながら総非就職へってことなんですけども、まあ、こちらの方にちょっと変化球を与える続編があるといいということをね、ちょっと私の立場から申し上げたいと思います。まあ、というのが、10万円受給しながら求職者支援制度を受けるんですけども、これはっきり言ってね、求職者支援制度になってないんですよ。ですから10万円もらうために形だけこの制度を受けるってことに割り切っていった方がいいんじゃないかなと思います。本当に学ぶべきっていうのは何かっていうと、もう YouTube の発信ですよ。もうこれ、それ以外に最短距離で自分の人生を転換させる方法はありません。まだ YouTube で発信されている方は少ないです。正確に言うと発信が続く方が少ないですよね。これっていうのは1年とか2年で完了するのではないんですよ。 YouTube を始めるってことは多分一生やるってことだと思うんですよ。まあ、ですんでね、3ヶ月とか5ヶ月 YouTube を学びましたってことで何か完成することはありません。まあ、それこそ、まあ、言ってみればね、時代遅れの求職者支援制度のコンテンツの中身、講義の内容っていうのはもっとね、もっと現実に乖離したもんですよ。例えば私も会社を経営してますけども、求職者支援制度から紹介された方とかね、それをマスターした方、雇えますかって言ったらどう考えても雇えないです。いらないことばっかり覚えてるんですよ。まあ、そうではなくてですね、例えばプログラミングの技術を覚えてくるとか、 SEO だとかね、そういった動画編集のスキルだとか、こういったものが今求められているのに、そういったものを身につけている方が市場にいないから、その方たちは誰でもできるね、言い方はちょっと申し訳ないですけども、誰でもできる飲食店を探すようになっちゃうんですよ。飲食店ははっきり言って、卵焼きすら作ったことがない人でも、マニュアル通りにやれば、今日から仕事ができる仕事なんですよね。まあ、だから多くの人が殺到する、雇用する方はもう困らないわけですよ。だから安くなっちゃうんですよね、過当競争になっちゃうんですよ。でも多くの人が避けているプログラミングですとか、動画編集のスキルとか、トークのスキルっていうのはね、人前で話すスキルっていうのは多くの人が避けてます。だから顔出ししたくないとかね、自分が出たら叩かれるから嫌だみたいな感じで避けてるんですよ。だからそこに行く少数の人が大米を得る、要するに大金をつかむことができて、自由な人生をドカーンとね享受できるわけなんですよ。だこういった考え方とかを提案するようなことをプラスアルファして、こういった求職者支援マニュアルのサラリーマン J さんバージョンっていうのを作ったら、これはね、情報に価値を与えることになるんじゃないかなと思います。はい、ではまとめますね。情報に対して価値があると思ったら大間違いで、それまああるんですけど、あるんですけども、さらにそれをバージョンアップさせようと思ったら、情報発信する人の偏見とか、その人の感情とか考え方をプラスアルファすることによって、そのスパイスを添えることによって、情報に価値が爆増するわけなんですよ。私の考えではこうですよと、このように使っていきましょうっていうふうに、自分の独断と偏見を加味することがすごく大事になってくるんですよね。参考にしてみてください。それでは今回のいただいた動画も速稼塾の中で共有させていただきます。多くの方の役に立つと思います。これからも情報発信よろしくお願いします。